田中です。今ですね、時間は5時32分ですね。5時32分ですね。洋服はですね、さっきはちょっといい服着てたんで、今はユニクロのちょっとリーズナブルな服に着替えました。で、作業を進めてるところですね。こんな感じでちょっとお見せしますね。こんな感じですね。黄色いのが塗ってあると思うんですけど、地塗りの下上にですね、黄色い絵の具を塗ったところですね。これでまあちょっと様子を見てるところですね。何を今日描こうかっていうかですね、アイデアのひらめきみたいなものを探っております。なかなかすぐ、今日はちょっと寝不足なんで、なかなかすぐ頭が働かないもんですから、こういう時はですね、ちょっとゆっくりお茶でも飲みながら、お茶ですね、お茶でも飲みながら、まあ、ゆっくりこう構想を練るというかですね、そういうの重要になってきます。先ほどですね、地塗りしたやつはですね、ちょっとまだ乾いてなかったみたいなんで、ちょっと今置きっぱなしですね。これちょっとまだ乾いてないんで、書けないですね。でですね、あと最近ですね、ちょっと今日はですね、蔡徐沢さんっていうですね、蔡徐沢さんって分かりますかね。これ、この方すごいなんか水墨画うまいなと思ってですね、ちょっとさっきパソコンというか iPad で調べてたんですけど、この人はですね、すごい達人ですね。なんか書とか、あと絵とかのですね、達人みたいなんですけど、この人のこのカレンダーをですね、林画廊でもらってきたんですが、この人はすごい人ですね。ちょっと、まあ、なかなか、詳しくは見せられないんですけど、後で、インターネットでもしよかったら検索してみてください。蔡は蔡で、徐沢ですね。この人すごい人ですね。で、まあ、先ほども本読んでるって話あったと思うんですけど、まあちょっと今日はちょっと寝不足気味なんで、なかなか本が頭入んないんで、ちょっとですね、まあゆっくりしてるところなんですが、そうですね、こうやってですね、ソファーにかけながら、まあこうやって絵を見てるんですよね。それでなんかイメージ湧かないかなと思ってですね、まあ一応に絵は基本的に自然界にあるものというか、風景とか生物とか、まあいろいろあると思うんですけど、人物とかですね、それとかもしくは名画のなんていうんですかね、作品をヒントにするっていうのが、まあ岡崎勘次郎先生の持論みたいなんですけど、そういうのをヒントに考えながら何か思いつかないかなと思ってるところですね。なかなかすぐには思いつかないんで、ちょっとこう、構想を練る時間というかですね、それが重要になります。まあそんな感じでやっております。